細胞質から隔てている生体膜であり遺伝物質を内包している。内膜と外膜からなる二重の脂質二重層構造を取り、外膜は小胞体とつながっている。内膜と外膜の空間は角膜層と呼ばれ、その幅は約2040ナノメートルである。角膜に存在する角膜孔は多数のタンパク質からなる角膜孔複合体で、 構成され、核の内外を移動する物質の通り道となっている。内膜の内側にはラミンからなる中間系フィラメントが格子状に裏打ち構造を形成し、核の形態を保っている。中間系フィラメントは外膜の外側にもより緩やかな構造を形成し、核膜の構造的支持を行っている。核膜は細胞分裂の際に一時消失することがあるが、 周期には再形成される。角膜は内膜と外膜からなる二重の脂質二重層構造である。内膜と外膜は角膜孔によって互いに連結されている。二種類の中間系フィラメントのネットワークが角膜の支持を行っている。内側のネットワークは内膜の内側に形成される角ラみなである。外膜の外側でもより緩やかなネットワークが 形成され、外側からの指示を行っている。外膜は、小胞体の膜と連続している。外膜は、小胞体の膜は、物理的に連結されている一方で、小胞体の膜よりも、はるかに、高濃度のタンパク質を含んでいる。哺乳類に存在する4つのネスプリンタンパク質は、すべて外膜に発現している。ネスプリンタンパク質は、キャッシュドメインを持っており、 リンク複合体の一部として、細胞骨格繊維と核の骨格を連結している。ネスプリンを介した細胞骨格への連結は、核の配置と細胞の機械受容機能に寄与している。ネスプリンマイナス1とネスプリンマイナス2は、アクチン繊維のような細胞骨格の構成要素と、直接結合したり、角膜層のタンパク質と結合したりする。 ネスプリンマイナス3とネスプリンマイナス4は核輸送の積み荷を下ろす過程に寄与している可能性がある。ネスプリンマイナス3はプレクチンに結合し核膜と細胞質の中間系フィラメントを連結している。ネスプリンマイナス4は微小管の単方向へ移動するモータータンパク質のキメシンマイナス1と結合する。また外膜は内膜と融合して 角膜孔を形成し、この過程は細胞の成長に寄与している。内膜は角質を包んでおり、内膜の内側はカクラミナと呼ばれるメッシュ状の中間系フィラメントで覆われている。カクラミナの厚さは約1040メートルで、角膜を安定化するとともに、クロマチンの機能や遺伝子発現にも関与している。内膜は核膜を貫く核膜孔によって、 外膜と連結されている。内膜と外膜は、小胞体の膜と連結しているものの、膜に埋め込まれている。タンパク質は、連続体中へ拡散するよりも、むしろその場に止まる傾向にある。内膜のタンパク質の変異は、いくつかのラミノパシーと呼ばれる疾患を引き起こす。角膜には、角膜孔による穴が数千個程度存在する。角膜孔は、 直径約100ナノメートルのタンパク質複合体で、内側のチャンネルの直径は約40ナノメートルである。角膜孔は内膜と外膜を連結している。細胞周期の間期の g 2期の間、角膜は表面積を増し、角膜孔の数は倍増する。酵母のような深刻生物では、クローズドマイトーシスという形式の優位と分裂が行われ、角膜は、 細胞分裂中も形成されたままである。防水糸は角膜の内部で形成されるか、角膜をバラバラにすることなく貫通する。他の真核生物では、オープンマイトーシスという形式の優位と分裂が行われ、防水糸が内部の染色体にアクセスできるよう、角膜は全中期の間に解体されなければならない。角膜の解体と再形成の過程はあまり、 解明されていない。哺乳類では、有意と分裂初期の一連の段階の後、角膜は、数分以内に解体される。まず、MCDK がヌクレオポリンのポリペプチドをリン酸化し、それらは、角膜高複合体から選択的に除去される。その後、角膜高複合体の残りの部分が、同時に解体される。角膜高複合体は、 小さなポリペプチドの断片へ分解されるのではなく、いくつかの安定なパーツへ解体されることが、生、科学的な証拠からは示唆される。また、MCDK は、カクラミナの要素をリン酸化して解体し、角膜は、小さな小胞へと解体される。角膜が小胞体へ吸収されるという強力な、証拠が、電子顕微鏡と、蛍光顕微鏡から得られており、 通常小胞体では見られない、核内タンパク質があり、糸分裂中には出現する。哺乳類細胞では、有糸分裂前中期の核膜の解体以外にも、細胞の移動によって核膜が破れることがある。この一時的な破壊は、細胞質のタンパク質複合体エスクトによって、迅速に修復される。核膜が破れている間は、DNA の日本差切断も引き起こされる。 限られた環境を通って移動する細胞の生存は、効率的な角膜と DNA の修復装置に依存していると考えられる。角膜の解体の異常は、ラミノパシーやガン細胞でも観察され、細胞のタンパク質の誤った、極材、小角の形成やゲノムの不安定性をもたらす。周期において角膜が再形成される、正確な機構については、議論があり、 二つの理論が存在する。比較ゲノミクスや進化、角膜の起源についての研究からは、核は原始的な真核生物の祖先に出現し、古細菌と細菌の共生によって引き起こされたことが提唱されている。角膜の進化的起源についてはいくつかの考えが提唱されており、原核生物の祖先の細胞膜の貫入古細菌縮子中に、 資源的ミトコンドリアの存在が確立されたことに伴う新規の膜系の形成などが唱えられている。角膜の適応的機能としてはミトコンドリアの祖先によって細胞中で産生される活性酸素種からゲノムを保護する障壁となっていた可能性がある。ありがとうございます。